愛しの姫君は留守かな。ああ、悪い魔法使いに捕まる前に城から逃げるように言っておいた。悪い魔法使いはどちらかといえばあなたの方では？言えて妙だな。ではお前はお姫様を襲いに来た悪い狼、いや、せいぜい狐かな。トゲがあるな。そんなに嫌われるようなことしましたっけ？あれはまだ私が思春期の少女だった頃か。私の容姿についてメガネブスなどと評した生意気な子供がいてな。それはもう傷ついたと思う。いかに寛大な私でも一生忘れることはできんだろうね。大した記憶力だ。しかし困ったな。なんとか先日が初対面だったってことになりませんかね。貴様が困ろうが私の知ったことではない。が貴様のやろうとしていること以下によっては考えなくもない。面白いのか貴様のやろうとしていることは。どっちの方向に期待されてるか分かりませんけど、積極的に面白くするつもりはないっていうのが本音でして。それは残念。まあいいだろう。しばらくは泳がせておいてやる。貴様を餌にしてあの御仁の弱みを握ることができれば、それはそれで理想的な展開だしな。そういうことを餌本人に言っちゃうあたりがな。まあ一応お礼は言っておきます。そうだ、お礼代わりといってはなんですが、どうです、今夜一緒に食事でも。断る。男の顔を見ながらでは飯がまずくなるんでな。振られたか。ガードが硬いな。しかしあんな美人になっているとはね。我ながら先見の明がないというか。